147話でございます。さあ今回もマリモド元気にやっていこうと思っているわけですけれども、今回の収録ホールが毎度おなじみのプレゴ所沢店さんでございます。埼玉県の所沢市にございます。こちらのホールさんに来るのももうだいぶね、20回ぐらい来てんじゃないでしょうかね。だいぶ慣れたもんです。もう電車の時間も乗り換え案内見なくてもわかるぐらい、分かってきましたと思いきやダイヤ改正とかあるんで毎回見てます。まあそんなことはどうでもいいんですけども、さあ、今回私このプレゴさんで何を撮ったかというと、前回と同じくスロット魔法少女マドカマギカでございます。前回の収録でですね、まあ結構いい展開には恵まれたかなと。出玉、最終的な出玉はそんなね大したことなかったんですけども、まあいい流れは見せられたかなと。違う、647枚のプラスでございます。その後つい先日なんで打ったのがまだその間に打ってないんですけども、ただもう一度起こったことをこうね資料など見ながら復習しまして、ああなるほどこういうことだったのかというのを、学習しましたので、またそこら辺をね話せたらいいなと思っておりますが、さあ、それとは別にですね、こちらのプレゴさんでは今3連勝しておりますね、私で、3連勝したことで前回こちらで収録したエンディングでですね、彼女が縄跳びをしてくれたんですが、さあこの連勝が伸びたら次は何をしてくれるんでしょうか、聞いてみたいと思います。どうぞどうぞ。聞いてみたいと思います。何何してくれるの。わかんない、何もしないよ。ピッてピッてなんだよ。わかんない。4連勝5連勝6連勝とまあ伸びたら何かしたいことありますか、縄跳び以外で。まあ、縄跳びでもいいよ、もう一回。えやだ、こないだの、こないだのはちょっとやっぱまだ寒かったからね、厚着してたじゃないですか。まあ、確かにね。いや、男性陣が前かがみになってますよ、ほら。肩がね出てる感じがね、すごくねスケベていいですよ。だからもうちょっと薄着してもいいんじゃないかなっていう。やだあれ、もう恥ずかしいんだよこっちは。じゃあさ、なんかさ作ってあげたら、手袋とかだとね重いの。ああどうなんだ。時期違うけど。時期だいぶご練習。マフラーとかさ。楽しみが増えるじゃん。まあ、確かに。あと半年待てばリサコのマフラーができるな。やだなんかその言い方。リサコに包まれるなみたいな。やだ。自作だったらね、作ってる風景とかをさ写真で撮ってさ、あオリジナルグッズ的な。そう、家族とかに撮ってもらって、うんうん、で本当作ってますよっていうのがあれば、よりほらあなた好きの人からするといいんじゃないかなと思いますけど。いるかな、私好きの人。まあ2、3人いいんじゃないかな。2、3人少な。それでいい、それともなんか別のことやる。だって脱ぎたくないでしょ。脱ぎたくない、恥ずかしいもん。だって残るんだよ、うん、映像。でも若いうちしかやっぱやりたくない人もいるじゃん、そういう何かを出すんであれば、うん、出す。例えば宮沢りえさんとかね、うんうん、若かったじゃないですか、20歳ぐらいでヌードですよ。あなたも遅いぐらいですよ、もうそう考えると。何その脱がせようとしてるみたいな。しかもこれで5連勝してヌードになるってどういうきっかけだった話だからね。本当にやばいそれ。それはねちょっと違うかなっていうのもあるけど、まあでもそっち方面でも考えといて。はい、なんか自分からなんかもう、なんでいいじゃん、恥ずかしいもん。だってもともと恥ずかしがり屋なのにさ。恥ずかしがり屋であんな旗になってんじゃねえよ。ホールの前で旗めいてんじゃねえよ、3本もよ。それとこれはまた別。いや一緒だわ。違う違う。さあ、というわけで5連勝したら何かしてくれるそうなんで、まあ、とりあえず今日勝てば4連勝なんで、そこをまずは目指そうと思います。じゃあまた応援してください今回。はい、もちろん。はい、では4連勝目指して行ってまいります。行ってらっしゃーい。おはようございます。おはよう。あれ今日普通じゃん。よし、一番乗り。
あ、出てないじゃん。いいね。角台、マドカマギカでございます。さあ、マドマギでございます。前回に続いてですね。さあ、朝一はまず、降格したの演出が出るのかどうなのか。定チェーンしませんな。さあ、設定変更されてたのかされてないのか。村部屋行かずなので、降格しさはないですね。ただ、打ち始めて何ゲーム ?15 ゲームぐらいでもう全長来てるんで、チャンス役吹かずに。セットされてるってことでいいのかな、これは。ゲーム数の全長は来てますね。さあ、当たってくれるか。リセットじゃ8分の1だったかな。で、天国モードに行きますので、リセット代だけ毎日もし打てれば、8日に1回は99ゲーム以内にゲーム数解除があるということですね。まあ、他のものでも多少はあるんだろうから、もうちょい高いのかな。あー、弱い。これは厳しい、ね、残念。お、スイカかな。さあ、2度目のスイカ。3連続で同じゲーム、4連続で同じ演出。微妙だね。あ、カットイン入りました。早い。さあ、2発目で、2発目のスイカでやったりましたね。あ、よし、ミスった。残念。あ、増えるかも。あ、増えない。もうワンチャンです。まさしくワンチャン。あ、今日も冴えてる。今日も冴えております。あ、回ってんじゃん。回ってた。多分回ったら当たりでしょ。初めて回ったかもしれない。さあ、93ゲーム、今日も、マジカルチャレンジは冴えております。いや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 、簡単だね、本当。あそこに行きさえすればなんとかできるイメージ、印象はありますよ。さあ、初っ端のボーナスは内ボーナスでございました。前回内ボーナスで結構やれたんでね、今回もボーナスからの ART 当選、これに期待しましょう。さあ、1人、2人か、1人か。激弱です。残念、チャンス目生かせず。お、まだまだいいセリフ。わけがわからないよとかよりはいいセリフ。で、新たにね、学習したこととして、天国モードの移行なんですけど、天国モード中にボーナス当てて、モード移行が行われる、すなわち、まあ、モード転落の可能性があるか、
モード転落の可能性があるのがゲーム数解除の時だけらしいですね。だからマジカルチャレンジとか子役解除、チャンス役解除すれば、天国モードをキープできると。で天国 A にいた場合は B に上がる可能性もあるということですね。ゲーム数解除だと、大半が7割ぐらいかなが、通常モードに落ちちゃうんですけども、とにかく子役解除ですね、チャンス役解除、チャレンジゾーンでのボーナス当選をさせられれば天国ループが確定すると。天国モードにいればだ、まあ置き時みたいな感じかな。置き時、古く言えば4号機のオス番長も、ゲーム数解除が来る前にチャンス役で解除できれば戻り効率が優遇されたりしたんで、まあ、そのあたりを組んでるんだろうなといったところですね。人が増えねえんだよな。弱いね。あ、強チェリー引いた。こんなところで残念。強チェリーもダメなのかな。さあまたステージが移行しまして、逆チェリー引いてないから広角に移行してる可能性は低いと思うんだよな。つまりさっきの強チェリーの伝承ではないかと思われます。ですね、多分。それかゲーム数解除が間近に迫ってるか、あるいはフェイクか、ゲーム数、まあいろいろ考えられます。あ、チャンス面、本前兆でなければ、チャンスの抽選が行われますが、店長だった場合は、ああ3人来ました、というかまあ合計4人です。青い、ヤクチェリー、あ、当たった。さあ強チェリーでしょうか、ゲーム数でしょうか、ちょっと分かりませんけれども、当たり、ラッキー、ラッキーなのか設定がいいからなのか。設定がいいからってことにしとこう、いい風に捉えましょう。あー続くね。あ、これ戻したでしょ。変身後は何をしたしてんだかちょっと覚えてないけど、こう戻したでしょ。青いね。赤毛山ほぼいただきなんですか。セリフはダメだ、セリフ。さあ、先ほど出たお菓子の魔女ですが変身5だったので、通常 B 以上確定だそうです、ね、
変身前だと天国確定らしい。えい、やはり。さあ、78ゲームでゲーム数解除でございます。ただゲーム数解除なんで、天国モードを分布させられる可能性は低い。3連続プチボーナスにハマりましたって言われば。すげえびっくりするわ、弱いのでその方からいい。この番組に限って言えばもう打率7割くらいじゃないですかね、マジカルチャレンジ。ちょっと今回は最初のあの連チャンを生かせなかったのがだいぶ響いてますね。もうフリーズでも引かなかったらちょっとまずいぐらいには投資してますからね。そういう意味でもフリーズをおおしてほしいけど、それともここで当たるのか。ダメだね。ハマりそうだね。結構もう十分ハマってんだけど。ああ、勝ってんじゃん。全然勝たなそうな演出で勝っちゃったよ。690ゲーム。なんかいつもと違うぞと思ったらね、勝ってました。ただもう2万7000円使ってるんで、ここで ART を射止めないとちょっと苦しくなってくるぞ。はい、2度目のビッグ。さあここで揃えましょう。30、ああ10か。いいよ。まあこれは揃えませんな。お、よいしょ。ああ、止まりました。あ、揃わない。ここで止まったら必ず揃うと思ってた。あー、なるほど、あれ1角じゃないんだね。1角じゃね。そう、恥ずかしい。チャンス目出た、これで。まさかのチャンスで。わあ、ここはなんとかお願いします。いや、お願いしますじゃないよ、勝ち取るもんだよ。多分広角に行くラストのゲームだったでしょ。緑だとここ止まんの。やっと揃った。やっと点灯させられた。さあ、このままワルプルギスの夜も認めてしまいましょう。今日は月が綺麗だそうです。さあ、ようやく入った ART 大事にしましょう。なんか引いた、シェリー。お、このゲームで
聞いたわけではない。いいね、いいですね。スイカに乗せたらでかいよね。50以上でしょ。あー乗せられず。終わってしまったよ。うふふふじゃないよ。続かない。セット継続なしです。おや危な。100ゲーム内でざわついております。この今のスイカでチャンスもいったらフェイク全長ってことか。100ゲーム台で、フェイク全長が来るということはイコール B にいる可能性が高いということになるんじゃないでしょうか。やっぱここしかないな、頼るところは。当たらない。出る。お、いけるか、いけるか、いけない。あー残念ですよ。僕は心の拠り所を失った感じですね。引くなスイカ。お、当たりそうです。赤、あ赤じゃないが、やった。なんでこんなにダメになってしまったんだ、生くらいになってしまったんだろうか。ダメですな。引きたい、当てたい、揃えたい。揃わなそう。やったやったー、報われました。やはりここだけだね。やっぱ優しいのは揃えさせていただきましたよ。引きました、引けました。あ、しまった薄いとこ引きましたよ。薄いとこ引いてやったぜ。スイカでゲット。あー39ゲーム、せめて40ゲームいってみたかったな。あ7をさらえたいがあまり早く押してしまいました。お、乗せる乗せる。俺はの、あースイカ
乗らない。お、チャンス目。やったー。乗せ。触ってないのに触ったことになってる。だからサブ液晶がでも経年劣化で多分触ってないのに触ってることになっちゃうケースもあるみたいで、ずっとねマドカが喋ってる台があるんですよ、人が座ってないのに。俺それ見て誰が喋ってんのかなと最初ね、周り見ても別に誰も液晶触ってねえしなと思って、よくよく見たら空き台の窓子が一人でずっと喋ってるっていうのが若干ホラーみたいな展開になってて、あれはねちょっとびっくりした。これ今も僕触ってないですけど、ね、連続で、まあ、でも長くやってっからねもうしょうがないよねこういうのはね、うん、これの反応というかね甘くなってるでしょうね判定が。マスオさんみたいになってる。でもまあこれはいちいち触んなくてもいいからいいよね、汚れのその溜まってるポイント数というか、触んなきゃほら喋んないじゃないですか、勝手に喋ってくれるんで。そのうちマックスになってたら汚れが黒いセリフが出たりする可能性もあるわけでね。オートタッチ機能は意外と悪くないかもしれない。そこそこ目障りになってきたよね。一生懸命喋ってくれるのはいいんだけど。ラスト。あーない。レバーオン金目まどかです。知ってるわって話でね。もう分かったよ。頼むよもう。静かにしてくれ。地球にも影響を及ぼすんじゃないかと思い始めてきたよ。よし。ああついた。こういうことだ。